はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日はですね、7月の11日月曜日です。はい、はい、今日はねとても天気が良くてですね、いい一日だったなっていうふうに思うんですけれども、これ見てわかるようにですね、見てわからない人もいるか、ポッドキャストの方はちょっと見てもわからないかもしれないんですけれども、うん、ブルーベリーを今手に持っています。はい、はい、YouTube の方はこれですね、映るかな、はい、ブルーベリー、ブルーベリー狩りに行きました。はい、はい、家族でね、うん、うん、先週、うん、どこかで行きたいなっていうお話をしてたんじゃないかなというふうに思うんですけど、ブルーベリー狩りに家族で行きまして、うん、たくさんブルーベリーを買ってきました。うん、うん、そのなんとか狩りっていうのがあるよっていうのはこの間お話ししたばっかりなんですけど、今回行ったところは、家からすぐ近くで、500円でブルーベリー、木のね、木になってるブルーベリーをいくらでも食べていいということなんです。うんうん、そして、持って帰る時には1キロいくらだよみたいな感じで販売してくれるんですよね。うん、で、僕らも500円でいっぱい食べて、そしてお土産にもこうブルーベリー持って帰ってきましたっていう感じで、持って帰ってきたのは2キロぐらいですかね。結構ね、はい、買って持って帰ってきて、うん、はい、これからお菓子作りをしたりとか、うん、あとは普通に食べたりとかして楽しみたいなというふうに思ってるんですけど、はい、ブルーベリー狩りの方ですね、うん、食べる方なんですけど、僕は500円でだいたい250個ぐらい食べたかなと思うんですよ。すごいですね。はい、1個2円ぐらいの感じで食べたかなというふうに思うんですけど、はい、なかなかそんなにいっぱい食べれるもんじゃないですね。そうですよね。うん、なんかいっぱい食べたいと思って行くんだけど、やっぱ果物だし甘いから食べてるとだんだんお腹いっぱいになってきちゃってね、うんうん、なかなか食べれるもんじゃないなっていうふうに思ったんですけど、うん、どうでした？私はそんなに食べれなかったですけど、でもお腹いっぱいになるまで食べましたよ。うん、何個ぐらい？何個かな、でも100個は行ってないかな。あ、行ってない。いや、数えてなかったです。この持って帰るね、ブルーベリーを摘むのにこう必死一生懸命で、ね、ちょっといくつ食べたか忘れちゃったんですけど、うん、いっぱい取りましたよ。うん、うん、ブルーベリーって結構、国にもよるかなと思うんですけど、うん、日本だとその高いんですよ、値段が。うんうん、結構高級な食べ物で、持って帰ったら結構高いじゃないですか。はい、だから僕はその500円という安い方で、いっぱい食べたらいいなって思ってね、うん、食べたんですけど、なかなか食べれなくて、うん、でもね、うちのその1歳の息子もね、うん、自分で木からこうポッと取って食べてっていうのをね、うんうん、ずっと繰り返してて結構食べてましたよ。いや、いっぱい食べてましたよね。うん、びっくりしました。普通に、30個ぐらいか40個ぐらい食べてたんじゃないかなと思うんですけど。そんなに、うん、いっぱいあげたんで、うん、喜んでましたけど、うん、そう、ブルーベリー好きになったみたいでよかったなって思うんですけど、うんうん、皆さんはブルーベリーどうですかね。ね、ブルーベリーって本当に僕国によるかなって思ってるんだけど、うん、食べる国と食べない国があるかなっていうふうに思ってて、食べる人たちはすごいたくさん食べると思うんですよ。うん、でもやっぱり高いからその輸入っていうかね、自分の国でブルーベリー取れないっていう場合、うん、結構食べるの大変なんじゃないかなと思ってて。そうですね、お金すごいかかるというかね、うんうんうん、だからなかなか食べれないっていう人たちもいるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんのところはどうですかっていうのもね、またいつも通り教えていただけたら嬉しいなというふうに思っています。はい、うん、僕らの、ブルーベリー取ってきて、毎日これからね食べていきたいなというふうに思うんですけれども、やっぱりせっかくなんで、なんかお菓子とかにも使ってみたいなっていうふうに思っていて、うん、例えばブルーベリータルトとか、うん、チーズケーキとかね、あとは
パンケーキに入れてみたりとか、何でもできると思うんですけど、はい、またヨーグルトに入れたりとかね、あのそういういろいろやってみたいと思ってるんですけど、もしあのお料理とかね好きな方がいたら、ブルーベリーといえばこういう料理にしてみたらいいんじゃないかと、そんなお話をね、もしあの教えていただけたらとても嬉しいんで、あの私ならこういうものを作りますよっていうのを、ね、教えてほしいなと思います。はい、教えてください、うん、これもなんかあのね、レシピみたいなものっていうのは国とか地域によってかなり違うと思うんですよ、うん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 、ちなみにやっぱりブルーベリーっていうと洋風の食べ物に合うと思うので、はい、まあ、それこそ日本の料理にはあまり使われないというか、うん、あまりっていうか全く使われないかもしれないですね。見たことないですね、うん、ブルーベリーの入っている日本料理っていうのは多分ないと思うんですけど、まあ逆に普段から食べますっていう人たちもいると思うので、うん、普段の料理としてね、うんうん、例えば日本でいう梅みたいな、うんうんうん、梅なんてもうほとんどいろんな料理使われてたりするんだけど、なのでまあ皆さんのね国とか地域ではブルーベリーこうやって食べますとか、おすすめの食べ方はこれですっていうのがあったら、ぜひぜひあのコメントでね教えていただければ嬉しいなと思います。はい、はい、ということで今日はあのねブルーベリー狩りに行きましたよっていう、そんなお話をさせていただきました。あの最近ねこのポッドキャスト、そして YouTube なんですけど、あの更新する日とあの実際にこう喋っている日がちょっとずれてきちゃってるんですけど、それはちょっと申し訳ないなって思うんですけど、うん、まあ、トランスクリプトをできるだけ書いて間に合わせたいっていう思いがあるので、ちょっと今のベースでやらせていただきたいなと思います。更新するのはねほぼ毎日更新とか変わらないんだけど、例えば今日今お話ししたのが今日は7月11日だけど、実際に出るのは7月の、まあ、14か15かなみたいな感じになっています。はい、まあ、ちょっとそれはあの申し訳ないんですけど、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はですね、7月の11日月曜日でした。はい、ということでまた次回以降もよろしくお願いします。ではでは。